ガクトのゲーム、ガメセンテル。さあ兄さん、ガメセンテル兄さんにご要望にお答えしてハンドルシート全部用意いたしました。あれテンションが低いんですけど、なんだよこれいやいや、コントローラーでやっていただくのが申し訳ないなと思って全部用意したんですけど、もうあれ違かった。もう本当お前さ、なんだよこれ結構高いんですけど、結構な値段したんですけども。あ、そう、ありがとう。でちょっとF1 っていうのを、ちょっと F1 2014という最新ゲームを。やばいなこれ。どうですか兄さん。どうですかって、むしろどうなんですかもう僕には、はい、もうちょっとお前何言ったのお前こっちゃダメ、こっちゃダメ、突っ込んだなんだよこれ。でも昔から考えるとやっぱりこういうシートも売ってるっていうのがすごいと思うんですけども。マジか、はい、これちょっとちなみにさ、はい、何のゲーム？ F1 です。ありがとうございます。その説明が本当ありがとうございます。かなり人気シリーズでして、スタートボタンを押してくださいということで、ちょっと僕もやってみたんですが結構難しい。これロードしてますね。おお、ハンドル重っ。これ難易度は決めれるみたいですね。ベリーイージー、ベリーイージーでいきますか。まずはイージーぐらいが多分、これでコースとかフェラーリで走るとかいろいろ選べるんですね。マクラーレンとか。マクラーレン、メルセデス。これパドルないんだ。これパドル？あったね。すごいな。パドルもついてんのこれ。あ、そうですね。シフトアップ。これでいきなり、もういきなりかよ。いきなりレースですね。おお、重い重い重い、これどっちだ、なんだこれ。まずはちょっと慣れていただいて。これオートマか。これオートマになってますか今。分からん。イージーはオートマなんですかね。オートマっぽいですね。まずはじゃあ慣れるという感じですね。はいはい、抜かれますはい、操作性はリアルなんですかねこれは。すごいですね。でもレトロゲームだなこれ。はい、SG クランク。すごいな。こういうの見ると家庭用ゲームのこの進化ってすごいですよね。時計がロレックスになってますね。スポンサーがついてるんですね。これテストラップなんですかね。名前が入ってます。勝手に名前まで入れやがってほんまにちょっと設定をしたので。でもこれ家でずっとやってる人とかいますもんね。家の中でこれやってたらそれはお父さん怒るよそんなに運転するならお前俺の運送会社手伝えっつってもう設定は運送会社ですね。設定運送会社ですね。ミディアムで。さあもう一度リトライでお願いします。レースが始まります。324キロ。うわ難しい。
これはマニュアルですか。いや、オートマ。オートマなんですね。マニュアルとかになって LED なんですね。これパークの仕方がわからない。何ボタンなんだろう。今日のガメセンタルはここまで。知れば得する情報がここに。番組の公式サイトは上のバナーをクリックしたら行けます。チャンネル登録をしてない人は真ん中のバナーをクリック。今すぐ登録。スマホで見てる人は動画の下から今すぐチャンネル登録をしてください。このゲームやってほしいとかそういうのあったらたくさんコメント書き込んでください。チェックします。それじゃあまた明日。